この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は、概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。ぼーっとする頭がだんだんはっきりしてくると、無意識のうちに枕元の時計を確認する。6時半。着替えて朝食とって、場合によってはその前にシャワーを浴びても、まだ一コマ目に余裕で間に合う時間。俺の普通に大学に行く時の起床時間だった。なるべく毛布をめくらないよう、横にずれながらゆっくりとベッドを出る。いつもならこの季節、寒くて布団から離れたくないという堕落した思考がほんのちょっとだけ頭をよぎったりする。今日も離れたくない思いはいつもより強いけれど、理由は寒いからじゃない。目が覚めてぼやけた頭を振って、隣にあいつが寝ているのを見て、ああ、って思う。あれは夢でも幻でもなかった。そして誰の責任でも何の影響でもない。俺の選択だ。熱いシャワーが俺から余計な記憶を奪う代わりに、自分でも気づいていなかった傷にしみる。首の後ろ、左の胸、両手のひら、そして奥歯、湯に触れていないところまで痛むのは何なんだろうな。そんな単純な謎をつい考え出してしまうと、結局せっかく暑さが奪ってくれた記憶がすぐに蘇ってしまう。するとまた湯が傷にしみる悪循環だけども、この痛みから逃れる術はない。俺とうとう刹那と本当に壊れてしまったんだな。ベーコンの油が染み出してきたのを見計らい、フライパンに卵を2つ落とす。油の跳ねる音に卵が焼き固まる時の音が加わり、あたりにも香ばしい匂いが漂っていく。オーブントースターは赤く染まり、こちらも2枚のパンを焼き上げていき、冷蔵庫に残った野菜はボウルに盛られていく。どこかの誰かの間抜けな寝息を聞くと、嫌がおうにも今の自分の状態を認識せざるを得ない。痛いはずなのに、実際痛いのに。それでも俺、いつも通りだ。今までのこんな日はこんなじゃなかった。普通でいることに必死だった。いつもの自分を守ろうとして、泣きそうな顔をして歯を食いしばってた。何より眠れなかった。それが今朝、いつも通りの時間に起きて、当たり前のように目覚ましのシャワーを浴びて、何事もなかったかのように朝食まで作ってる。量だけはいつも通りじゃなく2人前。けれど、そこまで気が回るところがいつも通り。泉。こいつのおかげなんだろうか。おい、泉。泉の肌に温めてもらったから、特別なことをしてもらったから、もしかしたら全く同じ時間に違う人としていたのかもしれないこと。そろそろ起きろっての、餌の時間だぞ。寒いよ、エアコンつけてよ。どれだけボタンをかけ間違えた末に今俺はここにいるんだろう。ダメ、電気代もったいない。春季寒くないの？そんな薄着で。全然、シャワー浴びたばかりだし、それにこうして動いてるし。
や、今となってはどっちだったのかわからない。体以外は？寒くない。今がかけ違えているのか、今までがかけ違えていたのか。そっか。じゃ、おはよう。服着ろ。だから寒いんだ。そんな俺の迷路に陥った思考を嘲笑うかのように、泉はと伸びをすると何もつけていない白い肌を晒した。なあ、あの、ん？今日これからどうする？どっか出かけるなら一緒に出るか。雪も溶けてるみたいだし。今日だってイブではないけれど、まだ立派なクリスマスだ。だから町まで出てデートらしきことをして食事して、でそのまま駅まで送って、ご飯食べたら寝る。毛布にくるまってあったかくしてぐっすり寝る。またかよ。お前一体どれだけ寝る気だ。だって寒いんだもん。厚着しろ。そんな格好じゃ寒くて当たり前だ。俺の部屋に来るといつもそうしてる。キャミソールとミニスカートの軽装。意地でエアコンをつけない俺も俺だけど、見てるだけで寒くなってくる。そんな格好をする方にも問題があるだろう。そうだハルキ、服貸してよ。これ以外は外出用しか持ってきてなくてさ。普段からあれを着て外出するのかよ、お前は。あのサンタのミニスカートも寒そうだった。あの時泉の太ももは冷え切っていて、朝から思い出すな。服が外出用しかないならなおさら外に。いや、お前な、外なんて絶対や。疲れてるんだもん。ゆうべ春樹にあんなに激しくされてさ。春樹こそよくそんなに元気だよね。私以上に動いてたはずなのにさ。バイトが遅くなって始発帰りになってもいつも同じ時間に起きてるから俺。とにかくそっち方向と関係ない受け答えでトーストを飲み込むふりで声の調子を抑えて、動揺してるってバレてても絶対にそれを認めない態度で。私はダメだ。普段でさえ8時間は寝ないとやってけないのに、それが昨夜は。お前な、そんなにだらけてると春樹が困る。もしかして帰れって言うつもりだった？いつまでもまとわりつくなって言うつもりだった？お前もしかしてまた親と。以前一度だけポツリとこぼした母親との軋轢。泉が俺のそばにいるのはもしかしたら俺だけの問題じゃなくて、おや？別にどうしても帰れって言うなら帰るよ。春樹が決めなよ。なんて俺の責任逃れな理由付けは一瞬で蹴っ飛ばされてしまう。こいつがここにずっと俺のそばにいるかどうかはただ俺だけの都合で決めろって。どうする？どうするってそれは。なら俺は早く自分を取り戻さないと。こんなぬるま湯の中にいつまでも使っていないで、これからの俺の進む道に向き合わないと。だって俺の周りの景色はもう取り返しがつかないほどに変わってしまったんだから。にしろ。ん？勝手にしろって言った。なんて俺の都合だけで決められるか。昨日こいつにしたことをこいつに求めたものを思うと、無理に帰れなんて言えない。言えるわけがない。ふふん、ういやつめ。そういう態度やめろ、バカっぽい。いいさ、どうせ 2,3 日したら飽きて帰るだろ。それまでこいつの好きにさせてやる。こいつが今ここにいるのはどう考えても俺のせいだし、しばらくは泉の気まぐれに付き合ってもいい。じゃあ早速一緒に寝よ、春樹。
おいで、ボーカングくん。人の言うことを少しは参考にしろ。じゃあ、2、3日したら？俺はこいつをあっさり追い返すことができるのか？なんて言っている間にあっという間に夜。泉は本当に、朝食後すぐにベッドに潜り、本当にあっという間に眠ってしまった。うわぁ、なにこれマジ？俺は来客を放って外に出るわけにもいかず、なるべく音を立てずに部屋の掃除をして、なるべく音を立てずに夕食の準備をして、なるべく音を立てずにのんきに眠る泉の寝顔をぼーっと眺めてた。やっぱ今日は特番ばっかだね。ちょっと飽きる。泉が目覚めたのは夕方になってから。冷蔵庫の残り物だけで作ったカレーが出来上がる頃、その匂いにつられてふらふらと起き上がってきやがった。つまり俺たち二人は今日一日本当に一本外に出なかったことになる。はるき、こっちおいでよ。洗い物終わるまでちょっと待ってろ。そんなの、次に食器が必要になった時でいいじゃん。普通の一日以上に無駄に過ごしてしまった。本当なら二人で過ごす特別な日。いつもならなんという時間の無駄だなんて、義憤と後悔にまみれていたかもしれない一日けれど、たく怒りっぽいのは口だけ。俺は洗い物の途中で蛇口を止めてブツブツ言いながらも、泉の対面じゃなくすぐ隣に座る。ザイス来た。おい。そして泉は俺が寄り添ってくるのを分かっていたかのように、いや当然分かっていたんだろうけど、俺の胸に背中を預け、その柔らかさと体温を伝えてくる。昨日と同じように。春樹の手冷たい。そりゃ今まで洗い物してたし。お湯使おうよ。もったいない、水でも十分汚れは落ちる。ほんとケチだね春樹は。生活費自分持ちだからな、基本的に。もうちょっと自分に優しくなればいいのに。俺の両手を掴むと自分のお腹にあてがい、両手をで包み込んでさすってくれる。こうなると当然俺が泉を背中から抱きしめる形になり、俺たちは昨夜みたいに密着していく。背中はあったかいけどお腹は冷たい。どうしたものか。どうしてもこうしてもあるか。泉が勝手にしてることだろ。テレビつまんないよ、ハルキ。ゲーム機とかないの？そんな贅沢品なんか持ってるわけないだろ。そっか。じゃあ仕方ない。諦め早いな。ま、こうしてられれば退屈でも構わないし、このままゆるゆると過ごしますか。だから、勝手にしろ。テレビからは相変わらず退屈な音波が垂れ流しにされてる。窓の外は昨日とは打って変わって、この明るい街でもいくつか星が見えるほど晴れて、そして澄んでいる。部屋の中はカレー鍋の熱の残りで、寒いながらもほんのりとだけ暖かい。でも外の、寒さとの比較はできない。今日は一度も外の寒さを経験していないから。ずっと泉が用意してくれた自分の場所に、外からの刺激が何もないところに逃げ込んでいたから。リンゴでも向こうか。いいよ別に。そっか。かじかんでいた手が泉と重ね合うことにより、じわじわと感覚を取り戻していく。
昨日も何度も顔を埋めた泉の髪にさりげなく唇で触れ、胸いっぱいにその香りを吸い込む。ついさっきシャワーを浴びていた泉の髪は俺の安物のシャンプーを使ったはずなのに嗅ぎ慣れないいい匂いがする。髪だけでなく俺の石鹸を使ったはずの肌も。お茶入れるか。だからいいって。働くな、アルキ。いやけど落ち着かなくてさ。泉とくっつき合っているからだけじゃなく、こうして何もしていないことがいつも世話しない俺の焦燥感を煽る。こんなことしていていいのかって、こんな平和すぎる時間を過ごしていいのかって。昨日のひどい過ちと今の状態のゆるさがどうしても噛み合わないから。だから考えるな、何もするなっての。でもそんなんじゃ何も変わらない。変わるよ。ハルキが何もしなくても時間が何かを変えることもある。時間だからさ、今は何もせず何も考えず時間が解決してくれるのをじっと待つの。そんなはずない。そんなことあるわけがない。だって俺たちの3年間は何も解決してくれなかった。何も消してはくれなかった。何も直してはくれなかった。それはさ、ハルキが休んでなかったからだよ。休む？普通さ、風邪ひいた時とかってゆっくり寝て何もしないで薬飲んで、そうやって体が治るまでじっとしてるよね。それはそうだけど。だから今もさ、ゆっくり寝て何もしないで薬飲んで。薬って、俺の腕の中で少しだけ、もぞもぞしていた泉が振り向くといきなり唇を重ねてくる。そして泉が唐突に口を離すとちょっと空気の抜ける音がした。ほら、水薬。お前。俺の口の中に残していった唾液が2人の間をつなぐ。毎食後30分以内に服用ください。副作用ないんだろうな。もちろんあるよ。深刻な禁断症状が出ます。最悪だな。そうやって人には適当なことばかり言って、結局自分は何もしない。お調子者の口をまた塞ぐ。じゃあ俺が何もしなかったら料理も洗濯も掃除もお前がやってくれるのか？いやそれはさ、たまにやる分にはいい気分転換になるよ。いい加減なことばっか。で、料理に洗濯に掃除？俺、こいつを何日ここに置いておくつもりだったんだ。ねえ、ハルキ。一緒に堕落しようね。うせえ。気まぐれで頭を撫でると我が意を得たりとばかりにニヤニヤ笑う泉がムカつく。黙れよ。俺のが背中に触れるだけでまたケラケラと笑う。ち、あ、き、ちあき。あまりにも腹が立つから黙らせてやらないと気が済まない。珍しく部屋の電話が鳴っていた。携帯だけじゃなくてこっちに連絡があるなんて一体いつ以来のことだろう。ああそうか、
一昨日から携帯の電源切ってたっけ。11時。枕元の時計は本来の俺の起床時間とかけ離れたところにまで単身を運んでいた。カーテンを閉め切ってたから全然気づかなくて。いや、そんなのはいつものことだ。言い訳でしかない。よっと。ちょ、おい、足。俺の足に絡みついていた柔らかなふくらはぎをほどいて、ノロノロとベッドから這い出る。俺の体はお互いの体温で温め合っていたせいか、ベッドの外の冷たい空気は気持ちよく感じるくらいにほてっていた。もう一人の寝ぼすけは、俺という暖房器具を引き剥がされたせいか、しばらくむずがっていたけれど、毛布をかぶるとすぐに安らかな寝息を立て始める。そういえば、昨夜、俺は何時まで起きてたんだっけ？いや、何時まで千秋と寝た？寝てたんだっけ？どうした？どうしたじゃねえだろ！お前一体今までどうしてたんだよ！千秋を起こさないよう電話機ごと洗面所にこもり、受話器を耳に当てた瞬間飛び込んできたのは、ナンバーディスプレイからも状況からも十分予想できていた竹谷の同棲だった。どうしてだって、こうして部屋にいたけど。携帯全然繋がらないし、こっちの番号にだって今朝から何回かけたと思ってる。そうなのか。悪い、爆睡してたらしい。本当か？お前がそういうのを聞き逃すほど寝こけるなんて、にわかには信じられねえけどな。そうかもな。俺も信じられない。いつもなら夜中中だろうが徹夜明けだろうが、必ずワンコール以内に目が覚めていたのに。お前、やっぱ何かあったのか？何かって何が？頭がいつもみたいに緊張していないせいなのか、千秋の言う通り心も体も休めていたからなのか。何がじゃねえだろ。せつなちゃんとのことに決まってる。ああ。堕落したからなのか。あったんだろ、イブの夜せつなちゃんと約束したんだよな。ああ。あんなに大きくて激しかった時間の流れがもう随分と昔のことのように感じる。俺の気持ちが動いたとかそういう問題じゃなく、ただ今の俺があの時間軸とつながってないような、そんな、なこれ、そんな気持ちのせいで。ホテルだってチェックインしたんだろ。朝までずっと一緒だったんだろ。さあな。さあなって、お前、本当なら俺、今の俺は開口一番こう言わなければならなかった。よくもはめてくれたな、竹谷って。本当の怒りによるものでも、照れ隠しによるものでも、どっちでもよかった。そのどちらでも正解だったのに、俺は間違えた。実はさ、昨日、イオンがせつなちゃんに連絡取ったんだけどな。そっか。連絡取れたんだ。ちゃんと話できたんだ。よかった。連絡取れただけで安心なんて、自分の状況を棚に上げて、よくもまあそんなことを思えるな、俺。何でもない。何もなかったって。それしか言わなかったんだって。うん、なあ、ハルキ。お前たち本当は何があったんだ？もしかして俺、余計なおせっかいを。そんなことないよ、タケヤ。こうして今も心配してくれる親友たちに恨みはない。あるわけがない。刹那の言った通りだよ。ただ何もなかっただけだ。それって今まで通り何も変わらないってことか？うん。何の進展もなかったってのはいいとして、何も壊れてないんだな、お前たち。ああ、そうだ、今までと変わらない。何一つ変わったことなんかない。なあ、ハルキ。やっぱ今から会えないか？え？なんか話しててもお前、元気なさそうだし。ちゃんと飯食ってるか？寝てるか？大丈夫だって。カレー作り置きしてあるし。今だってずっと寝てたんだし。
直接会ってみないと安心できねえよ。今からそっち行ってもいいだろ。今から。洗面所のドアを少し開き、薄暗い部屋の中を覗き込む。ベッドから白い太ももが一本だけ覗いてる。あいつ一人だと寝相悪いな。そうだ、ついでに何か食材買ってくから。また鍋やろうぜ。鍋イオにも。ダメだ、来るな。今夜からゼミのスキー合宿なんだ。夕方から家開けるんだよ。その嘘はとっさに口から出た。スキー合宿？そんな話初めて聞いたぞ。そりゃそうだろう、初めて話した。先週急に決まったんだよ。ベッドからだらしなくはみ出た足や、もぞもぞと動く毛布を見ていたら、いつの間にかまた嘘を重ねてた。急すぎんだろそれは。ありえねえ。決まったのはもっと前だったんだけど、俺がそれを知ったのが先週の打ち上げの席で。自分でも苦しいなって思うけど、もうこの継ぎはぎだらけの言葉を引っ込めるわけにもいかない。だからしばらく電話もつながらない。山奥のロッジだし、朝から晩までスキー漬けだし。いくらなんでも無理があるぞ、ハルキ。お前だったら絶対に信じないだろ、そんなの。誰のためでもない。ただ俺が一番痛い場所を守るため。ごめん、タケヤ。そろそろ出かけないといけないから、切るな。お前、さっき出かけるのは夕方だって。ごめんな。本当に、本当にめちゃくちゃの嘘だってわかってる。けど俺、嘘下手なんだよ、昔からさ。ただいま留守にしております。ご用の方は、発信音の後にメッセージをお願いします。留守電をセットして、これで俺は旅の空の人になった。携帯の電源も切ってある。誰も俺を捕まえることはできない。俺が部屋の外に出ない限り。電話誰からだった？起こしちまったか。悪い。そんなのは別にいいよ。春樹の部屋なんだしさ。新聞の販売店から。よくある勧誘だったさ。そう。もう起きる？どうせ眠いんだろ、まだ。まあね。俺もこの格好で電話してたから寒くなってきた。ならおいで。おいでも何も、俺のベッドだ。うわ、本当だ、冷た。当たり前だ、冬だから。だからエアコンつければいいのに。いらない。どうしてよ。ここは暖かい。それで十分だ。なんだよ、俺何か変なこと言ったか？温めてあげるね、ハルキ。頼む。本当にごめんな、タケヤ。でも大丈夫だって。そんなに心配かけないでくれよ。俺はなんとかこうして元気にやってるからさ。刹那の言う通り、そして俺の言う通り、俺たちは今までと何も変わってないんだからさ。だってとっくに終わっていたんだから。